マイケル・クライトンは、アメリカ合衆国の小説家、SF 作家、映画監督、脚本家。全世界で1億5000万部もの本を売った、ベストセラー作家であり、多くの作品が映画化された。1994年には、テレビ、映画、書籍で同時に1位となる快挙を成し遂げた。テレビドラマ、ER では、制作葬式を務めパイロット版の脚本も手掛けた。作品は、 アクション主体で、そこにテクノロジーも取り入れられている。一般にテクノスリラーと呼ばれるジャンルに分類され、テクノロジーとそれを扱う人間の間違いを描き、最終的に生物工学的大災害を生じるストーリーが多い。近未来を舞台にした小説では、医学や科学の知識を基盤としている。身長は206.6センチメートル。なお、日本で、 マイケルの作品を多く出版する早川書房は、著者名の表音、金表記をマイクル・クライトンとしており、同社以外の出版物、文献においてもこれに習った表記がなされることがある。1942年10月23日に、イリノイ州シカゴにいて、ジョン・マイケル・クライトンとして誕生する。父はジャーナリストで、二人の姉妹と弟が一人いる。 クライトンはニューヨーク州のロングアイランドで育った。子供の頃から文章を書くのが好きで14歳の時にはニューヨークタイムズの旅行関連のコラムに文章が採用されたことがある。その頃から作家を志していた。1960年にハーバード大学のハーバードカレッジに入学。そこで彼の作風を批判して異常に低い点をつける文学の教授に出会い。 ある実験を試みることにした。彼はその疑惑を他の教授に伝えた上で、ジョージ・オーウェルの作品を故意に投用したレポートを、問題の教授に提出した。すると、その教授は B の評価をつけて、レポートを返したという。こうした問題もあって、クライトンは英文学から自然人類学に転向し、そちらで1964年に学士号を取得した。 1965年には、ケンブリッジ大学で人類学の客員講師を務めたこともある。その後、ハーバードメディカルスクールに入学し、同時に作家活動を開始した。その頃使ったペンネームが、ジョン・ラングとジェフリー・ハドソンである。ラングはドイツ語のせいで、ロングを意味する。ジェフリー・ハドソンは、ヘンリエッタ・マリア王妃に仕えた有名な小人である。 どちらも、クライトンの背が非常に高いことから発想した、ペンネームだった。インナートラベルズの中で、彼が作者と知らずに、アンドロメダ病原体の医学的間違いについて、ドクターたちが話していたというエピソードを語っている。ハドソン名義で出版した、緊急の場合は、で1969年の MWA 賞を受賞。また、弟のダグラスと、ーリングという小説を合作し、 マイケル・ダグラス名義で出版した。その本の裏表紙には母親が撮影した幼い頃の兄弟の写真を使っていた。クライトンは1969年に医学博士号を取得してハーバードを卒業し、1969年から1970年までカリフォルニア州ラホヤのソーク研究所で研究生として研究を続けた。ハーバードで彼は病は木から が真実であると確信するようになった。インナートラベルズで我々は自ら病気になる。どんな病気もすべてその本人に直接の責任があると書いている。その後、オーラスプーン曲げ、投資といった事柄も信じるようになった。作家デビュー作は華麗なる賭けで1966年にジョンラング名義で出版された。 コスタブラバの隔絶されたホテルでの強盗事件の天罰を描いた215ページのペーパーバックである。強盗計画にクリティカルパス法のコンピュータプログラムを使うが予測不能の事象が発生する。翌年、殺人グランプリを出版。美男子の弁護士を主人公とする話でニースで暗殺者に間違われ危機に陥るというストーリーである。百六十八年には、 ファラオ復活と緊急の場合は、お出版。ファラオ復活は、エジプト学者を主人公とし、ヒエログリフを解読して、未知のファラオの墓の場所を知るという話である。一方、緊急の場合は、は、ボストンの病理学者を主人公とする医療スリラーで、友人の3回が不正な人工妊娠中絶を行い、若い女性を死なせた事件を追う話である。 この作品はクライトンのターニングポイントとなった。これ以降、テクノロジーが重要な主題になっていく。本作で1969年のアメリカ探偵作家クラブのエドガー賞長編賞を受賞した。1969年には3作品を出版した。まず、生存率ゼロはアメリカ人放射線位が休暇でスペインに滞在中。 貴重な美術品を探しているギャング間の殺人的構想に巻き込まれる話である。次はアンドロメダ病原体でこの作品でベストセラー作家として認識されるようになった。地質性の地球外微生物を研究する科学者チームを描いた小説でこの微生物に感染すると血が固まり2分で死に至る。そのコード名がアンドロメダで成長するに従って 生物学的性質を変化させる。ベストセラーとなり、2年後にはロバート・ワイズ監督でアンドロメダとして映画化された。2008年にはアンドロメダ・ストレインとしてテレビシリーズ化されている。1969年の3作目は、読者承認で医学的研究のために製薬会社や大学で使う蛇の輸入業者が、 ヘビ使いとしての特殊な技能を利用して密輸するという話である。ヘビにメキシコの貴重な工芸品を飲み込ませるという手口である。また1969年には J. マイケル・クライトン名義でカート・ボネガットのスローターハウス後のレビューも書いている。1970年にも3作品、エデンの妙薬、ジャマイカの墓場、ディーリング、オアザ・バークリー2、ボストン40・フォーティー、 ブリックロスとバックブルーズを出版。ジャマイカの墓場は翌年の MWA 賞にノミネートされた。1972年には2作品を出版。サンディエゴの12時間は中流のビジネスマンがアメリカ合衆国大統領暗殺を企て、致死性神経ガスの原料となる2つの化学物質を軍から盗み出す話である。ターミナルマンは 発作を起こすと凶暴になりそれが収まった時その間の記憶をなくしている転換患者を描いた話である。その男の脳に電極を埋め込むというクライトンらしい話である。この作品は1974年に電子頭脳人間として映画化もされたが小説も映画も評価はあまり高くない。1975年に大列車強盗で19世紀を舞台にした。 歴史小説という新たなジャンルに挑戦した。これもベストセラーになった。1855年にビクトリア朝のイギリスで実際に起きた列車強盗事件を題材にしている。物語の大部分はロンドンで進行する。この小説は1979年にクライトン自身が監督して映画化され、ショーン・コネリーやドナルド・サザーランドが出演した。この映画はアメリカでは アメリカ探偵作家クラブのエドガー賞、最優秀映画賞を受賞し、イギリス撮影監督協会のベストシンネマターグロフィアワードにノミネートされた。1976年の北人伝説は10世紀のムスリムがバイキングの一団と共に旅をし、バイキングの居住地を訪れる話である。古い文献に科学的論評を加えた形式で、 語られる物語であり、二つの文献が発想のもとになっている。前半三章は、アフマドイブンファドラーンの北方への旅行記と、ルーシ族との出会いに基づいており、後半は、ベオウルフに基づいている。クライマックスで敵となるグレンデルの正体を、ネアンデルタール人の生き残りとしている。この小説は、13ウォリアーズとして映画化された。当初ジョン・マクティアナムが監督を務めていたが、 クライトンが監督を引き継いだ。1980年の失われた黄金都市は、コンゴの熱帯雨林でのダイヤモンドを求める探検を描いた話で伝説の都市を発見し、凶暴なゴリラの種を発見する。これを原案として1995年に映画コンゴが制作された。7年後に出版された小説スフィア球体は、ある心理学者が、 アメリカ海軍に招かれ、アメリカ合衆国連邦政府の結成した科学者チームの一員となり、太平洋の海底で見つかった約300年前の異星人のものと思われる巨大宇宙船を調査する話である。この小説は SF として始まるが、すぐに心理スリラーに変貌し、最終的には人間の想像力を探求するものになっている。 この小説は1998年にスフィアとして映画化されバリー・レビンソンが監督した。クライトンのジュラシック・パークとその続編は映画化され大人気となった。これに関連したテーマパークは世界各地に作られた。写真はポーランドのテーマパークのもの1990年にクライトンはジュラシック・パークを出版した。アンドロメダ病原体や 北人伝説でも採用した儀書の体裁で書かれている。さらに、コスタリカの西方にある島に作られた恐竜のテーマパークの崩壊した原因をカオス理論やその哲学的面を使って解説している。琥珀に閉じ込められた蚊が吸った恐竜の力から DNA を抽出し、様々な恐竜が再生されたという設定である。もともとは、大学院生が恐竜を再生させるという脚本を、 書いたクライトンだったが、結局恐竜やクローンについての興味を追求して、長編小説にすることにした。スティーブン・スピルバーグは1989年10月、クライトンと後にテレビドラマ、ER となった脚本について議論していてこの小説のことを知った。本の出版前にクライトンは部数に応じた印税の、他に150万ドルの原稿料を要求した。ワーナーブラザース。 ソニー・ピクチャーズ、20世紀フォックスも映画化券、争奪戦に加わったが、ユニバーサル、ピクチャーズとスピルバーグが50万ドルで映画化券を獲得した。小説はかなり長いため、クライートンは映画化されたのは、その10%から20%程度だとしている。映画は1993年に公開され、大ヒットした。琥珀に囚われたか。こういった見本が、 ジュラシック・パークの発想の原点となった。1992年の小説、ライジング・サンは、ロサンゼルスに進出した日本企業で殺人が起きるという話で、ベストセラーになった。ジュラシック・パークと同じ1993年に映画化された。1994年の小説、ディスクロージャーでは、セクシャルハラスメントをテーマとしているが、年下の女性上司が、 男性部下に対して行うという点が目新しい。結果としてフェミニストから非難されたが、クライトンはそのような反応があることを予期していて、結末部分に反論めいたことを書いている。この小説はバリー・レビンソン監督ですぐに映画化された。1995年にはジュラシック・パークの続編、ロスト・ワールドを出版。1997年に再び、 スピルバーグ監督で映画化された。1996年の小説、エアフレームは航空機業界を舞台にしたテクノスリラーである。リアリティを出すため、アメリカン航空191便墜落事故や、アエロフロート航空593便墜落事故といった実際の航空機の事故を引用している。1999年のタイムラインは過去へのタイムトラベルを扱った。 SF 小説である。2000年にはアイドスインタラクティブがコンピュータゲーム化し、2003年には映画化された。2002年のプレイエものは科学やテクノロジーの発展に継承を鳴らす話で特にナノテクノロジーを問題にしている。この小説では比較的新しい科学技術の成果である人工生命、創発と複雑性、遺伝的アルゴリズム、 知的エージェントなどを扱っている。2004年の小説、恐怖の存在は、エコテロリズムによる大量虐殺を描いている。テーマは、地球温暖化と気候変動で、クライトンは付録の中で、地球温暖化と科学の政治化について論じている。疑似科学と政治が結びついて起きた不幸の実例として、優生学とホロコースと類戦コロン層を挙げている。この小説は、 初版で150万部を売り上げ、ベストセラーとなった。存命中の最後の小説、ネクストは遺伝子組み換えを扱った作品で、2006年に出版された。最後の小説、パイレーツマイナス略奪海域マイナスは、当初2008年12月に出版を予定していたが、2009年11月に延期された。さらに、未完の小説が2010年後半に出版される、 予定だと発表されていたが、リチャード・プレストンが後半を書き足して完成させた。マイクロワールドは2012年になって、ようやく発表された。クライトン初のノンフィクション、5人のカルテは1960年代後半のマサチューセッツ総合病院での経験に基づくもので、アメリカの構成関係のコストや政治の問題を扱っている。フィクションとは別に、クライトンは、 医療や科学をテーマとした本をいくつか書いている。1970年の5人のカルテは、1960年代後半のマサチューセッツ州ボストンのマサチューセッツ総合病院での実体験が元になっている。5人の患者が病院で経験することを通して、当時の医療についての問題点を明らかにしている。1977年のジャスパー・ジョーンズは、 個人的にも友人だったジャスパー・ジョーンズに関する本である。1994年には改訂版が出ている。1983年のエレクトロニック・ライフは、ベーシック言語によるプログラミングを紹介した本である。パーソナルコンピュータ例明期の入門書の一つであり、用語集的側面もある。また、コンピュータの将来について予言的なことも書いており、ネットワークが重要になり、 画像や情報が共有できるようになるとしている。また、コンピュータゲームは、廃れるという予測もしている。また、自作のベーシックプログラムも多数掲載している。1988年の、インナートラベルズは、自伝的エッセイである。オーラや、スプーン曲げなど、オカルト的な体験をするエピソードが含まれる。クライトンの作品は、科学技術、 とりわけ生命科学に関わるテーマは多くの作品で通定している。さらに最先端のサイエンストピックスも貪欲にリサーチし、咀嚼した上で問題提起し作品に取り入れる。このためクライトン作品の魅力の一つはしばしば役者等から新鮮なテーマであると評価されてきた。緊急の場合は、は、医学ミステリー、アンドロメダ病原体は、バイオサスペンス。 ジュラシック・パークはパニック・アクションとこの3作品のみでもジャンルやテーマが異なる。クライトンは映画やテレビの監督や脚本家も務めていた。特に1970年代には映画制作者として成功を収めていた。最初の監督作品、暗殺、サンディエゴの暑い日はテレビ映画として放映された。脚本も務めており、自身の小説、 サンディエゴの12時間をベースにしている。ウエストワールドは CGI を使った最初の映画で続編の未来世界では初めて3次元 CGI が使われた。コーマはロビン・クックの小説を原作とする映画である。クックとクライトンは共に医師の資格を持ち、年齢も近く、作品テーマも似ている。他にも大列車強盗、ルッカー、未来警察、 承認を消せ、レンタコップにといった映画で監督を務めた。脚本家としてのみ関わった作品は、エクストリームクローズアップとツイスターがあり、後者は当時の妻との共同脚本である。なお、ジュラシックパークとロストワールドはクライトンの小説がベースだが、ジュラシックパーク3はクライトンとは無関係である。クライトンはテレビドラマ ER の原作者であり、 制作総指揮を務めた。当初スティーブン・スピルバーグ監督の映画として企画が進行していたが、初期段階でスピルバーグがクライトンの新作について尋ね、恐竜と DNA をテーマにした作品だと聞き、スピルバーグはそちらの映画化に興味を持ち、ER から降りたという権威がある。クライトン自身が脚本を書いたのはパイロット版を含む最初の3話だけである。 晩年の作品、恐怖の存在では、近年の過剰な環境保護ブームを環境保護利権などが煽っている危険な疑似科学であるとして批判した。すると、それまで権力や科学文明の暴走に警鐘を鳴らす作家として、クライトンを評価していた、読者、団体、メディアの多くが一斉にクライトンが右派に転向したと非難の声を浴びせたという。 例えば気象学者のジェフリー・マスターズは恐怖の存在について、この本は地球温暖化について間違った説明をしていると書いている。また、クライトンは南極の気温が1986年から2000年にかけて下がっているとしているが、その出展となったのはピーター・ドランがネイチャー氏2002年1月号に発表した論文である。 ドランは2006年7月27日のニューヨークタイムズにて、マイケル・クライトンは小説恐怖の存在で地球温暖化への反証として我々の成果を間違った形で使っていると述べている。アルゴアは2007年3月地球は温暖化している。もしあなたの赤ん坊に熱があったら医者に行くだろう。医者が処置が必要だと言っているのに。 そんなことは問題じゃないという SF 小説を読んだから結構ですとは言わないだろうと述べた。これは一般に恐怖の存在を指した発言とみられている。2006年の小説ネクストにはミック・クローリーという人物が登場し、イエール大学卒でワシントン DC の新聞で政治コラムニストをしており、幼児性愛者だとされている。ミック・クローリーの名は一箇所にしか出てこない。 これに対して、イエール大学卒で、ワシントン DC の政治雑誌ザニューリパブリックの編集者を務めるマイケル・クローリーが実在する。2006年3月に、この実在するクローリーは、恐怖の存在を痛烈に批判する記事を書いたことがある。小説に登場させられたことについてクローリーは、こういう形で仕返しするのは、作家が批評家に負けたと認めるようなもので、光栄だと述べた。 背の高さや知性の高さからクライトンは幼少期から疎外感を持っており、1970年代から1980年代にかけて霊能者や宗教団体の教祖などに相談していた。その結果、瞑想の技術を身につけ、生涯それを実践していた。また、長編小説を大体6週間から7週間で書き上げた。執筆が、 家境に差し掛かると徐々に早起きになり、午後10時に寝て午前2時に起きるということもあったという。クライトンは5回結婚し、うち4回は離婚に終わっている。子供は2人も受けたが、1人は彼の死亡時には生まれていなかった。クライトンはアメリカ現代アートをコレクションしていたが、それらは2010年5月にクリスティーズで競売された。 2006年11月にクライトンはワシントン DC のナショナルプレスクラブで会見した。彼は作品の著作権についての訴訟をいくつか抱えていた。まず1985年、コーマの原作者は自分だというテッドバーカッチに訴えられたが、法廷では両者の作品が似ていないというクライトンの主張が認められた。1996年にはジュラシックパークが 自身の1980年代の恐竜を扱った児童向け小説の権利を侵害したとしてジェフリー・ウィリアムズに訴えられたがクライトンが勝っている。1998年にはツイスターは自身の作品キャッチ・ザ・ウィンドに基づいていると主張するスティーブン・ケスラーに訴えられたが陪審員は45分かけてクライトンの勝利を評決した。クライトンは 死生活を全く公開せず、口頭がんについても死去の直前まで公表されなかった。クライトンの弟ダグラスによると、2008年初めにリンパ腫が見つかったという。科学療法を受けていたものの、2008年11月4日にロサンゼルスで休止した。66歳であった。フィクションノンフィクション東館2000年来日したとき、慶應義塾大学。 東館の落としで講演を行った。その時、大学の要請で壁面の高いところに手書きでサインをしたが、次の日、清掃係が間違って落書きと返して消してしまい、後に改めてサインし直した。G.S.E.C. ラボは、塾内では、クライトンカフェの通称で通っている。アンドロメダ病原体は、小松左京の復活の日をヒントにしているという説もある。 中華人民共和国領名称で発見されたアンキロサウルス類の恐竜であるクリトンサウルスは彼にちなんで名付けられている。ありがとうございます。